スしたんで小谷村に戻るね。うん、ここら辺の温泉は混んでるからさ。そうだね、ちょっと日本海側に行って小谷のどっかだね、うん、姫川温泉とかさ。そうだね、どっかやってるかな。まだ、まあ、まだ6時半か7時には着くけど、今日休みのところもあるから、ね、ああそうか、平日だもんね。うん、やばいな、今日は軒並み休み。そうなの、姫川温泉も好きなんだけどな俺は。そこ、そうすると岩竹の湯とか暮らしたからさ。ああやっぱりな。どう思う、ね、だったら左だけど。ああ、さあ暮らしたの湯はどう、空いてるな。空いてるなあ。やべ、風がやばい、すごいね。1600円。はい、よかったね。あ、今はポンプが故障してるんで小高温泉より供給しています。あ、違うんだ、いや気持ちよかったね。あ、気持ちよかった、温まりました。俺貸し切りだった一瞬。私ほとんど貸し切りだったよ、ね、すごいね。ではちょっと北の方に上がってって小谷に行きます。はい、ちょっと風が強いから気をつけていかないと。うん、だいぶ気温が高いからな、今6度だからさ、うん、明日俺コルチナで滑りたいなと思ってるんだけど、うんうん、行ったことないから、うん、コルチナがちょっとどうかなっていうので、うん、そうだね、朝考えようかな、うんうん、ダメだったらさあれ行ってもいいね、レストラン長野、あの鳥羽シェフのさ、あ古民家のやつよ。前歩いた時に潮の道歩いてさ、うんうん、なんだろうって言ったんだよね。そうそうそう、古民家のところ、そしたら話題にちょうどなってたじゃん、うん、ちょうどできた頃にさ、うん、そうそうそう、ニュースがいっぱい出て、あで鮭定食が3000円でなんだかんだって言って、うん、高いって言って言われてたじゃん、うんうん、だけどちょっと気になってるんだよなどう、今年の最後にランチで贅沢よくない、たまには、うん、まあいいね、ただの鮭定食じゃないと思うんだよな。もちろんなんかそのコメントとか見てると、うん、美味しいですって。あ、出てる。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 見てんだコメント。見てる。ってことはあれじゃん。ちょっと気になって見てたんだけど、どうかなと思って私も。そんな有名な店予約なしでこんな時期に行けるのかな。そうそうそう、それがちょっとよくわからないからね。セブンでなんか買う？いいね、スイーツちょっと行ってみようさっきから欲しそうにしてるからさちょっと行ってみようあ、取り合いに負けた、何もなかったね、びっくりしちゃったほぼ何もなかったな、ね、残念、残念です。はい、次、次ね、道の駅の前にローソンあるから、はい、なんとかなるでしょう。ローソンに行きましょう。はい、糸魚川43キロ、あ、それもいいな、また日本海に出ても海鮮食べに、美味しいからね、そうそう、海鮮が富山、能登まで行きたいんだよな俺。うん、あの能登の先っぽでさ、うんうん、あのカニの丼食べれるじゃん、食べたね、輪島で。そうそう、違う違う、あれは海鮮丼でしょ、カニが出るんでしょ。そう、12月はカニが出るって言ってたじゃん、うん、あの石膏岩に、うんうん、行きたいんだけどちょっと遠いかな。行きたい ね, ね、食べたいねあと7キロ、ローソンがあったったここはあるでしょう。どうだろう、買いました。買ったね、しかも1500円も買っちゃった、いっぱい買っちゃったな。何せまた牛丼買っちゃった牛丼って何よ、夕飯食べたの忘れてさちょっと小腹がまた減ったなと思って牛丼買っちゃった俺麻婆丼、牛丼とプレミアムロール買ったからえ、牛乳ロールだよ、牛乳プレミアムロールのなんか牛乳のやつがあってさ、うん、そうそうそう、初めてなんだけどそれを買ったの。あと2キロ、結構下ってるね。うん、時間です。麻油香る麻婆のかな、炭火焼き牛カルビ丼すごいね。あ、一緒の買ったんだこれ、牛乳ミルクプリンロールケーキ、
美味しそう、美味しそう。いいじゃん。国産牛乳。よし、食べましょう。いただきます。あ、こういうタイプ？うん、美味しい。美味しい、うん、うわ、すーげー山椒のいい匂い。いただきまーす。うん、うまいな。俺麻婆うまいんだよね、作るの。そうそう、麻婆だけはうまいよね。車でも作れんじゃない。作ってみようかな、うん、本格麻婆。いただきます。いいね、おいしい。いいじゃん。なんで雨ねえ。まあでも年末年始暖かいって言ってたから、そりゃ雨になっちゃうよね。あ、しょうがないね。スキーどうしようかな。上の方行ったら雪かな。ちょっとわかんないね。ちょっと見に行ってみてもいいね、うんうん、で今日さ、レストラン長野に行こうかって言ってたじゃん、うん、ちょっと聞いてみたらさ、うん、この冬の時期はコースしかやってなくて、うん、酒定食がないんだっけ、ないんだって。なんかあの1万6000円くらいの昼のコースなんでしょ。そう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 、うん、ちょっともったいないんで、まあ美味しいんだろうけどちょっと高いから、うん、やめて、うん、気になってる定食屋さん、うん、ライムライトって読むのかな。白馬に戻るから今日コルチナは諦めるかな。また戻ってこないとダメだからな。うん、そうだね。あ、だったらさ、あれだね、昨日行けなかったコーヒー屋さんも行ってみてもいいね、後で。あ、そうだね、うん、白馬焙煎コーヒーだっけ、うん、空いてるかわかんないけど、焙煎工房。あ、焙煎工房、うん、白馬村です。晴れてるよね。え、すごいね、ちょっとの差で。国道沿いだよね、お店。うん、だったと思う。だよね、うん、あと 1.5 キロぐらいだって。なんかデリシアのすぐ近くだったよ、気がする。白馬の。おうおう、ここか。だ、わあ、混んでる。混んでる。止めれる？止めれるかな。あ、止めれた。行ってみましょう。混んでるね。人気っぽいな。ストーダー14時。ホミハンバーグ定食とか美味しそう。いろいろあるよ。和風おろし唐揚げ定食とか、エビフライ定食でしょ、うん、で、こちらはなんか美味しそうなカツとか。すごいね、こんな裏もあった。こちらは定食ナポリタンとか、あとこれが定食か。そうだね。今日は A 定食と B 定食。はい。1150円と1000円。いいね。お、すごい。白米の量が多いって書いてあるよ。ね。ね。やめといた、おもり。前もすごかったからさ、量。あ。で、すごいね、高校生は。白馬の高校生だっけだったよ。白馬なんだ。うん。白馬高校か。白馬高校生。白馬の高校生か。白馬高校の生徒じゃない？限定。わかんないね。食べるから、運動してるから。大盛り無料だってすごいね。うまそうだね。生姜焼き唐揚げ定食。漫画読んでたらすぐ来た。そちらはすごいね。すごいよ。こちらは A 定食。エビフライに、これ唐揚げかな。ハンバーグだ。そうだよ、ハンバーグがついてる。ハンバーグか。いただきます。大きいね。大きい。うわ、すごい、おいしそう。めちゃくちゃジューシーで、めちゃくちゃうまい。ご飯が多いね。うまい。それ普通盛りだもんね。最高の唐揚げ、これ大好きなやつ。うまいな。大きいもんね、唐揚げが。
キーノンなんかすんごいジューシー。うまいな、ここ。やばい。味噌汁、豚汁だ。ほんと。エビフライすごいじゃん。ハンバーグもいいね。美味しそう。いいじゃん。手作りハンバーグ。うん。うん、美味しい。これも食べてみようかな。すごいね。大きいね。めちゃくちゃ大きい。うん。どうやって食べる？尻尾から全部いっちゃえば。そうしよう。うん。最高なのこれ。いいね。安いよね。安い。これで1150円、うん、こっちの1000円だからね、うん、これも。いますか。美味しかった。これ量多かったね。すごい量多かった。こもりで普通のお茶碗だからな。ね、いや美味しかった。でもお腹いっぱい。お腹いっぱい。最高です。しかも漫画もめちゃくちゃあるからさ、そうそうそう、あのスキー疲れちゃった時とかさ、うん、天候悪いとかやりたくない時はここに来て、うん、ご飯食べてコーヒー飲んで、うん、漫画読んでたらいいよ、うん、最高だ ね、 ねすごい大人気じゃんね。え、次から次へと来て溢れてるよ。すごいね。なあ、美味しいしボリュームがすごいから。ボリュームがね、ここおすすめだね。おすすめだね。あの漫画の量もすげえし、うん、なんかこうみんなお昼に来て片手に漫画をそう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 、サラリーマン的な、そうそう持ちながらこう食べて、うん、漫画を楽しみながらよく俺も仕事してる頃そうだった。みんなで出張とか行ってさ、うん、お昼そういうところ行ったら漫画好きなさ同僚がいて、うん、詳しい子がね、うん、これがいいって言って。読まないから基本漫画って俺、うん、読まないじゃん。家にも一冊もないし、うんうん、何が面白いとかわかんないけどさ、うん、教えてもらうともう止まらないんでさあでは焙煎コーヒー行ってみよう、はい、焙煎工房。焙煎工房、あれ RV パークだって超広いじゃん。すごいね、うん、冬はやらないんだ。大変だから。ああ。お、もう八本の湯行く人いるよ。わかるよその気持ち。お昼からの贅沢いいよね。そうそう。すごい贅沢感があるからな。そう贅沢だよね。白馬焙煎工房。今日やってるでしょうか。どうでしょう。やってないよ。クローズ？冬はやらないのかな。じゃあ見てこようか。まあやってなかったらクローズだったもん。いつやるのかなと思って残念ながらまたコーヒー屋さんが閉まってた。スタバでもいいんだけどちょっと面白くないからやっぱやめて、うん、いつも行くから、うん、大町の方にさ、うん、行ったところに宮佐コーヒーうんうん、っていうコーヒー屋さんを今見つけてくれたからそこに行きましょう。なんかちょっと雰囲気が良さそうだったから、ねうん、行ってみよう。行ってみよう行ってみよう。ちょっと今日は天気もどんよりだし、そうだね、コーヒー食べてゆっくりコーヒーでも飲んで、うん、ゆっくりしましょう、うん、この白馬の駅からね18キロ、うん、この国道148号線でさ安曇野とかあっちの方に行けるじゃん。大町とか、うんうん、でまあみんなこの道通って白馬に行くじゃん、うん、で前俺らそれを一本それてさ、うん、山の中走ってさ、うんうん、あっちの木梨の方から、木梨だったっけ、小川村か、小川村の方の中通って一本、うんうん、それで大町の方に行く道があるっていうのを動画でやったと思うんだけど、うんうんうん、その道の途中っぽいんだよね多分。ああ、そうなんだ、うん、前見つけられなかったけどなんかそこら辺にあるっぽいから、うん、行ってみましょう。行ってみましょう。楽しみ。やっぱ新しいところは楽しみだね。そうだな、うんうんうん、お、今0度だって。今日は結構寒いね。うん、そうだね。今日が高すぎたんだな。の方に行くらしいよ。これサンサンパークの方でね。そうだね。
あと12キロ近いんだね。近いね。ああ意外と、うん、大町、うん、あ、ここを右だね。これってはもうポカポカランドだっけ、宮佐の湯だよね、うんうん、あ出てるね、ポカポカランド宮佐、うん、あと6キロ。どんなところなんだろうね。ねえ、ここでも通ったよね、夏、うん、こっちは空いてるね。うん、空いてる、で結構アップダウンがあるからさ、うんうん、やっぱ冬の雪の多い時期は怖いな。そうだね。もうすぐ着くよ。もうすぐ着くの？あと 1.3 キロ。ああ、そうか。夏はさ、そこら辺を左側から来たんだよね。そうそうそう。これまっすぐ行くの？まっすぐ行くみたい。あと 500m、ここら辺の左側にあるって言うんだけど。ほんと？ありそう。歩くのかな？いや、駐車場、中山高原キャンプ場っていうところの横なんだけどな、止めてなんか点々点々ってなってるよ。本当？うん、ここ左だ多分。え、うん、あ、ここで上に歩いていくみたい。あ、ここか、行けんだ。行けるのかな。キャンプって書いてあるぞ。本当？うん、キャンプできるの？これ帰り怖いじゃん。ねえねえ、すごい怖いじゃんこれ。なあ、結構急だよ。すごい急じゃん。なあ、大丈夫？わあ、すごいね。すごい。キャンプもやってんのこれ。ちょっと見せて。すごいね。これだよね。すごい。すごいじゃん。トトロがいる。本当だね。ちょっとはなんか。そんな感じの建物じゃん。ジブリっぽい。へえ。土日休みなんだ。へえ。宮佐コーヒーです。今日はアイスカフェオレのホットとアイスを1つずつ650円とケーキを2つ、テラミスとバスクチーズケーキ。意味あるのこれ。どっから見ても同じティラミスなんで。一緒でいいよ。いただきます。おいしい？カフェオレおいしい。カフェオレのホット。いいな。いいね。すごいよ。こういうのお抹茶みたいな。どっか待ったよね。ねえ。うまい。
うまい。いいね。うん、おいしい。ねえ。コーヒーに合うね。うん、うまい。最近増えたね。結構あるね、いろんなところで。うーん、やばい、おいしい。チーズケーキやばい、おいしい、おいしい。すごい滑らかだよ。うん、ほんとだね。あ、おいしいな。おいしい。甘さもちょうどいいね。うん、いいね。おいしい。もっと硬いのが多いじゃん。そうそうそう、ね、硬いのが多いんだけど。美味しかったね。美味しかった。すごいね、ここ。結構混んでる。そう、どんどん来るの、人が。ね、コーヒーを買いに来る人も来る。そうそう、なんか、コーヒーマイスターの人が3人もいたもん。うん。なんか、その道のプロっぽいよ。ここがさ、夏は、春は菜の花でさ、うん、秋は蕎麦でさ、うん、めちゃくちゃ綺麗っぽいんだよね。すごい開けてるんだよね。そうそう。で、多分ね、今日曇ってるんだけど、この向こう側にさ、白馬の方の山が見えると思うんだ。すごいよね。また菜の花の時期に来ないと。だから菜の花が咲いてる時期はまださ、向こうは山はさ、雪なんだよ多分。うん。来ないとね。ね。では大町の方に戻ってきます。はーい。どうやって行くんだろうね、大町まで。このままこの中の道で行けんのかな。ね。どうなんだろう。ね、あれ溶けたな。そんなことないか。いや、下げた。どうですか。ね。じゃあ行きましょう。はい。いやー、白馬満喫したね。したねー。定食屋もいっぱい行ったし、うん、コーヒー屋さんも行ったし、うん、まあなんせゲレンデも最高だし。雪あったね。雪あった。ここでこんなにないのにさ、そう、白馬行ったらすごいな。すごいあるもんね。今回は栂池しか行かなかったから、うん、次は八方とコルチナと行きたいね。ね、まだ岩岳もあるしな、うんうん、もう一回は来ないとね、冬に。そうだね。ドピークの白馬に来ないといいね、うん、晴れてる日ね、やっぱ。白馬は晴れてる日がいいね。山がね、すごい綺麗だから。そうそうそう、やっぱ他とちょっと違うからさ、風景が、うん、風景を見に行くだけでも行く価値があるじゃん。あの上のうさぎ平とか、うん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 、ね。だから晴れてる時を狙って、ね、あ、これで出てきたんじゃない、大通りに。多分国道とぶつかるぐらいのところなんじゃない。違うかな。どこだ、ここは。どこだ、これは、ね、ここに出たんだ。そう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 、いいね、この道も。へえー、がない。全くないね。全くなくなった。まだ安曇野のインターよ、だいぶ手前だよ。すごいね。もう、ここら辺から徐々に増えてくるもんね。うん、で、大町ぐらい行ったら、おおって感じでさ。へ、そうなんだ。今まですごい雪深いところにいたから、そうそうそう、こんなに雪がないとなると、なんか不思議な感じだね。下もそうなんだけどさ、山の上もないんだよ、全然。山というか丘の上とか、ね、前の山も全然白くないし。へ、大丈夫か。さあ、ちょっとクリスマスプレゼント探しに行きます。俺は帽子買ってもらったから。え、靴下買ってあげようか。靴下がクリスマスプレゼントなの私の。そうそう、なんかちょっと想像と違ったんだけど。スキーの板でもいいな。ほら、スキーの板にしたらどう？赤倉観光ホテルに宿泊とかさ。あ、それもいいね、うん。スキーの板もいいな、でも。スキーの板もいいね。
欲しいんでしょ。そろそろね、ちょっとリニューアルしたい気持ちもあるけど、いいのがあればね。まあでもそれはな、必要なもんだもんな。まあちょっと見てみよう、うん、A&F とかあるから。さあ、いつもの A&F とモンベル、 A&F から見ていきましょう。あるかな、あればいいんだけどな。はい、買いました。結局クリスマスプレゼントはこれ。まずは A&F とモンベルにはなくて、カモシカまで行ってカモシカスポーツでこの2つを買いました。あとは白馬のパタゴニアで帽子3割引き、でも3割引きでも4000以上した。メリノだからね、いっぱいだね。メリノばっかだね。これもメリノだし、これもメリノで、俺はこの2つで、こっち、この靴下高いよ、4000円だよ。はい、どうぞ。まだ買うんでしょ、いろいろ。うん、まだ買う。そうそう、うん、1万円で。好きなものを1万円ずつ買うって決めたんで。俺これすごいよ、これ半額で1600円、1760円だった。これいいよね、スマートウール、うん、いいよね。俺も今までこのスマートウールの帽子を使ってたんですけど、こんな感じで食べられまくる虫に。なんでこれにレベルアップで、これは俺のを見て羨ましくなったみたいで、スマートウールを真似されました。さあ、道の駅今井めぐみの里に来ました。今日はさあ、今日の夕飯は鶴屋で買いました。山賊焼き売ってたんだよ、すごいよね。ね、あとお寿司全部安かったもん。これを今日は食べましょう。で、もう一個さ、一だか来たんだからさ、それはデザートで。はい、おいしい、お味噌汁作るね。ああ、いいね。お、すごいじゃん。しかも何、ちゃんと作るの、うん、即席じゃなくて、うん、これ便利だな、このコップ。いいね、800ミリ入るから2人分余裕だもんね。コンパクトでいいね、うん、ちょいちょいっと。うん、冬はさ、湧き水汲めないから大変だね。そうそうそう、ね、水買わないと。エリンギと白菜、できましたよ、味噌汁。あ、大切なもの入れ忘れた。ああ、忘れた。そう、岩のり全然入れて、これを入れて完成です。はい、岩のりも入れました。これで完成。いいね。はい、いいよ。いや、美味しそうですね。いいね、そうだね、大きくて。北海ダコって書いてあったかな。いただきます。うまい。おいしい。美味しいね。うん。うん。いいね、これ。美味しい、美味しい。うん。さあ、デザートタイムです。すごいなあ、これ。一打楽器。いいね。一打楽器って有名だよね。うん、長野かな、これも。え、あ、そうそう、長野県産だね。さあ、見たじゃん、一打楽器。そうそうそう。有名な柿がありますよ、ね。そうだよね、うん。いや、本当にちゃんと長野県産だ。さすが鶴屋。これ鶴屋で売ってて、9個入って800円ぐらい。いいね。早速いただいてみよう。いただきまーす。うん。うん。甘いな。うん、うまい。しかも結構肉厚じゃん、これ。わ、うまいぞ、これ。あ、チーズも買ってきたらよかった。チーズ食べたら美味しそう。普通の干し柿より肉厚だね、だいぶ。あ、うま。では、これから、ちょっと、プロスキーショップっていうのが近くにあるから行ってみます。はい。誰かがうるさいんでね。新しい板が欲しい欲しい騒ぎ出したから。もう騒ぎ出したら止まらないからな。ちょっと2日3日前に欲しいって言い出したらもう止まらないよね。違うよ。その、新しい板を探すんだけど、うんうん、
最初からセカストとあとヤフオクでしか探さない人がいるからあれ なんでじゃあ私のは新品はダメなのかなと思ってたところまあいいじゃんちょっと見に行ってみよう、うん、あればいいけどねなかなかさないんだよねああいうちょっとなんていうの、うん、ちょっと太い板というか、うん、オールラウンドみたいなのってそうだ ね、うんまあ、でも別に中古でもいいんだけど、その、うん、なかなかレディースがないんだよね。そうそうレディースの私の身長に合うものとか、あと幅とかっていうのがちょっと難しいから、ね。そうそう、100、普通のはいっぱいあるんだけどな。そうそう、うん、ちょっとね、チビなのよ、私が。というか、あの、女の人でそんな太いタフクシさんあんまいないんだよね。あ、うん、まあ、そうかもしれないね。あんま売りに出ないのかな。よくわかんないね。生産も少ないのかもしれない。かもしれないね。うんもうすぐそこなんだけど。こんなところにあるんだ。100メーター。安住野っていうところでしょ？そうそう、なんかレンタルもあるらしいんだ。だから、いいレンタル板があるんじゃない？もしかしたら、ここか。あ、ここなんだ。何回かここの道通ったけど。あ、そう。気づかなかった。オープン。ここいいんだよね。ここ。ここは OK。いや、これこれ。ここでいいでしょ、うん、行ってみよう、なんかいっぱいありそうじゃん、すごそうじゃん、行ってみようぜ。すごいね、スキーシーズンレンタルだって、うん、2万円いいじゃん、これも、めちゃくちゃあるし、すげえここ奈良の位置っぽいな。ほら買えるね、これだけあったらいいの探さないと。買えました。買っちゃったね。いいじゃん。片落ちでめちゃくちゃ安かったけど、うん、すごい、ここマジですごい、スキーショップ住みの、ね、すごかったね。なんかめちゃくちゃ教えてくれてさ、うん、まず滑り方どうからレベルどうは普通じゃん、うん、そっからどういうのでって言って何種類も出してくれて、うん、であこれならこれとかいいですよとめちゃくちゃ、やっぱそれはもちろん詳しいじゃん、うん、で全部教えてくれて、うん、で結局今の板にウィンディングは今まで使ってたのを取り付けてもらって、でワックスまでサービスでやってくれて、ね、これで4万しなかったぞ、全部取り付け工賃も入れて。やばいね、すごいね、8万9万する板だからね、そうそう、元々ね、6割引きだったもんね、うん、うん、安かった、うん、新品だしそう、9万の板か、9万の新品の板、うん、でここレンタルもいっぱいあるし、うん、俺感動したのがさ、靴よ、靴のさちょっと試し履きしてたらさ、あのお店の方がすんごい詳しく教えてくれて、うん、全く俺履き方を間違えててさ、もう全然ダメで、すごい俺後傾じゃん、うん、後傾なのも靴の履き方がまず悪すぎると、うん、で足見た瞬間にあこの足はダメだって言ってあのブーツを削ったりしないとダメで、うん、それもここで買えば全部やってくれるんだって、うん、うん、合うようにで痛くなったりしないように、うん、でバックルの留め方、うん、履き方サイズ、うん、靴下の履き方すごかった本当に。で、ね、右と左これ違うからじゃあ正しい履き方と俺が今まで履いてる履き方どうみたいなのでさ、うん、両方試させてくれたんだけど全然違うの、うん、マジ来た方がいい、ここはすごい、ね、すんごい、さすがプロショップだ、プロショップ、さすが長野にあるプロショップ、プロ向けというかいる人がプロだ、うん、そうそう、いる人がプロで、しかもプロショップとかってさなんかハードル高いじゃん、うん、すんごい親切なのみんな、めちゃくちゃいいです、マジここ。
すげえ、もう感動したね。ね、感動した。なあ。私も靴ここで買いたい。なあ、次も靴買いに来ますって言っといたから。2時間半もいたぞ。最高です。やったねー。よかったねー、買えて。いいクリスマスプレゼントをいただきました。靴じゃん。靴下とか言ってたのに。えらい高級なものになってしまった。まあいいじゃん。でもあの板も結構使ったからね。まあ結構使ったよね、長いことね、うん、いいんじゃない。これで一つステップアップして、そうそうそう、もうちょっといい板になって、うん、もうちょっとモチベーション高くね、オールラウンドに頑張ると、うん、俺も今靴の履き方をいっぱい聞いたから、うん、ちょっと後で靴いろいろやってみて、うんうん、自分でできるところね。そうだね、うん、でちょっと滑りに行こう、また明日か。いいね、うんうん、ちょっとでいいけど試しにね。そうそう、なんか Google マップでさ、うん、そのボンベトンネルの方の19号をナビしたらさ、うん、えらい山の方から行けっていう、右側がずっと多分あれは塩尻かな、松本かな、松本か塩尻かな、うん、上の方から行く、街中は通らないんだね、混むのかな、でも結構車通りもあるし、そういう抜け道っぽいね、ここ、うん、いい感じ。綺麗だね。ねえ、綺麗だね。空港はどれだ。どれだろう。うん、わかんないか。これが153号線。さっき国道20号線もクロスしたんだけど、うん、これが153号線だから、うん、あっちか。稲の方に行く道だね、今のが、うんうん、で、俺は19号に行きたいからこっちらしい。へえ。どうやらこれで19号線に出たんじゃない。出た出た出た、うん、あと25キロ30分お、電車来た。お、なんだ、長いぞ、特急だ、うん、名古屋行きか。ああ、名古屋から来たやつか。木曽に入った。木曽町だったかな今。さあ、あと900m。焼肉ゴンベっていうところなんだけど。楽しみ。やってるかだね、まずは。そこの心配をしないと。なかったらどうしよう。なあ、なんもないぞ。もうだいぶ戻らないとダメだよな。お、やってるやってる。やってるな。やってる。やった。やったやった。いっぱいいるし。大人気じゃん。ねえ。すごい。結構松本ナンバーとか長野ナンバー、地元のナンバーがいっぱい。すごいね、行ってみよう。さあ行ってみよう。焼肉ゴンベ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あれどこだ、こっちか。え、すごいよ、お刺身定食だってよ。え、いっぱいあるね、焼きビビンバ、お刺身定食？え？ラーメンもある。何でもある、ここ。すげえ。無敵かも。何でもある店だ、多分。夢のメニューです。すごいメニューの量。すごいよ。マジで。まあ、これ焼肉じゃん、普通の。そうそう。ここずっと単品の焼肉。はい。サラダとか。あ、サラダ頼むの？考えようかな。サラダいいじゃん。ああ、そっかそっか。で、おつまみがあって、はい、ラーメンがあって、ビビンバがあって、ラーメンがあって、麺類があって、で、こっから、あ、麺類セット、ラーメン餃子とか、で、こっからようやく定食。で、今日はこれまず頼んだ。木曽牛上カルビ定食、2233円。それから、で、こっちの定食もこれさ、餃子定食とかさ、もつ煮定食、おでん定食とか、ここはマグロ中トロ角切り定食を頼む、うん、で、あと単品で馬ハラミを頼んだ、うん、と、今日は忘年、2人の忘年会の日なのでカシスオレンジ、ノンアルのジンジャーエール以上です、
げえなこれなあ、備長炭じゃん、あったかいね、あったかい、もう熱いよ、うん、すげえ。さあ飲み物来たよ、乾杯。1年間お疲れ様でした。お疲れ様でした。すげえ来たよ。これはマグロの定食とうまハラミ、すごいね、これ美味しそうだな、肉。焼肉のタレは、あ、作る？いっぱいあるよ、レモン汁もある。全部バンタン、はい、やっぱ牛から焼くだよね。うわすげえな、分厚いな、一瞬で焼けると思うよ、うん。ご飯も一回おかわりできるって。すごいよ。ねえ、いいね。うん、おお。熱いよね。熱いもん。いい炭。いただきます。うん、おいしい、いいね、柔らかい、いいね、おいしいです。いただこう、最高。これは馬のハラミ、馬だよ、馬なんだね、うん、え、でもすごいね、サシが入ってて、なあ、おいしそう。馬の焼肉ってあんま食べないね。ねえ、食べない。全部あったよ、ここはジンギスカンから鶏から豚から、うんうんうん、で、うまハラミ、おいしい、おいしい、うん、どういう感じ、すんごい淡白、そうなんだ、めちゃくちゃ柔らかい、あ、うまいいよ。厚切り牛カルビ追加、追加1100円、ライスも来ました、おかわりいっぱい、すごいよね、すごい、結構量多いよね、多い多い、うん、普通だからね、それがね。あー美味しかったね、お腹いっぱい、最高でした。じゃあ行くかい、美味しかった、あーうまかったね、6677円、いいね、こんだけたらふく食べて、ね、いっぱい食べたね、最高。目の前これすごいよね、国道だからね、これ もう目の前でピュッと来れるの最高だよね、うん、マジこれスキーの帰り超おすすめです。行きます。はい、では明日はね、いろいろ見てたら藪原高原スキー場っていうのが調子良さそう、うん、リフト全部動いてるっていうし、すごいね、 3.6 キロぐらい、 3600メーターか上から滑れるっていうから、結構長い、長いよね、うん、え、なんだ、急に雪が増えてきたよ、急に、何、どういうこと、スキー場、これ違うよね、どういうこと、なあ、にぎわってんね、すごいね、すげえにぎわってんじゃん、あ、そういうことか、これさあ、ニューシューズ、ニュー板、どうでしょう、試し履き、いいね、かっこいいね、いいね、なかなかすごいかっこいい、ああいい、分かるわけないじゃん。どう、いいよ、いい感じ、滑る、ほんと、あ、まあそれはワックスがね、ワックス塗ってもらってるから、重い、重さは、重さはね、そんな気にならない、ここ気にならないかな、あれ俺のより太くないか、トップな、ほら、ずるい、いいね、すごいね、大人気のスキー場ね、すごいよ。なんかここ美味しいらしいね、レストランが、
そういっぱいあったよ、手作り煮込みハンバーグとかカツ丼とか前教えてもらったよね。多分大丈夫だ。結構大きいね、ヤブハラって、ね、奥に奥に長いよね。なしかも意外と雪があるね、うん、あないない言われてんのに結構あるよね。なあ、おしゃれだな、すげえこれ。わ、すごいいいゲレンデじゃん、めちゃくちゃいいじゃん。なにこれ、いいね、おすごいすごいじゃん、いいね、いいね、長いし。なあ、へえ、面白い。すごい山見えてるね、とんがってる山、うん、なんだろう、あれは、うん、分かんないね、こっちの山に馴染みがないから。御嶽か乗鞍かどっちかだろうけど、あんなとんがってないもんね、普通。え、槍ヶ岳か、違うよな、全然分かんない。めちゃくちゃいいじゃん、すげえじゃん。めちゃくちゃ安定する、すっごい綺麗。板1個でこんなに違う、本当にそんなに、めちゃくちゃ違う。よかったじゃん。今までの板何だったっていう。でも綺麗に滑れてたけどね、今までのも。すごいね、ちゃんと安定して滑れる。ああそう、速かったもんスピードが、スピード速いし、なんかターンの時にさ、いつもちょっとさ後ろが歯になってたじゃん、それが全くならないな。何の違いだろう。いいね、行こうか、じゃん。早い。よかったね、最高に。もっと早く買っといたらよかったね。めちゃくちゃいい。いやすごいよ、よかったね。よかったです。いいなあ、板であんなに変わるとは。マジで違うからね、見てみて後で動画。すごい安定してた、後ろからの滑った感じがね、うん、見てた感じが。ヤブハラっていいね、国道から近いしさ、いい、ね、うん、すごい坂もないじゃん、うんうんうん、ちょっとだけじゃんね。いいぞ、いい、結構まあね、ここまでが遠いんだよね、この19号が。まあそうだね、ずっとこれめちゃくちゃ遠いんだよな、うんうん、中津川か塩尻かでしょ、うんうん、それがちょっとな、出てるもんね看板に。